X 解 -91 サンダーセプターリパブリック X 解 -91 サンダーセプターはリパブリックアビエーションが開発した混合動力を用いる試作迎撃機である。元々の故障は XP-91 本機は通常の飛行には Z エンジンを用い上昇中や迎撃時には水力を加えるために4機の小型ロケットエンジンを束ねたものを用いた。 完成した当時にはすでに設計の大部分が旧式化していたが、これは近代的なジェットエンジンの能力が急激に増強されたためであり、試作2機だけが製造された。このうち1機は水平飛行で音速を超えた最初のアメリカ空軍戦闘機となった。サンダーセプターのユニークな特徴には、得意な逆定パー翼があり、従来的な交代翼の設計とは反対に、 翼弦の長さが翼根から翼端に沿うにつれて増している。これは初期の高速機に潜んでいた極めて危険な現象、ピッチ上げの問題に対処する意図があった。サンダーセプターの設計は直線翼のように翼全体の失速を滑らかにしようとしたものである。1951年、エドワード空軍基地の X 回 -91。 XP-84 の開発中のリパブリック社はアレクサンダー・カートベリの指導の下、戦闘機にロケットエンジンを内蔵しようと考えていた。リパブリック社は戦時中のドイツの航空機に影響を受けていた。それらはロケット動力のメッサー・シュミット目163、試作されたロケット加速のターボジェット機であるメッサー・シュミット目 262C、ハイマート・シュッツァーなど 一連の試作迎撃機であった。サンダーセプターの設計は、もともとリパブリック海十四サンダージェットを基礎として後退翼に回収した二種類のうちの一種であり、別の方は後に開発されるリパブリック海十四海サンダーストリークになった。この時代のほとんどの後退翼の設計には一つ深刻な問題があり、低速で高い迎え角を取る際、 危険な不安定性があった。翼の上で停滞した気流が翼端へとスライドして向かう傾向のため、翼の残りが失速するより先にその部分を失速させた。この状況では、揚力の中心が重心と比較して、急激に前方へ動き、機首を押し上げ、向かい角を増大させた。または、極端な場合では、航空機がくるくると回転を起こした。 航空機がこうした体制に陥ると、しばしば失速墜落し、またこのような事故が、ノースアメリカン海マイナス100スーパーセーバーで、相次ぎ、剣の舞いの言葉が生まれるに至った。サンダーセプターの最も特徴的な設計は、この問題への対処を意図している。主翼は、翼根よりも翼端部の翼弦が、かなり長くなるよう作られ、主翼がもっと揚力を生み出すようになっている。これは、 翼端部の失速点を翼全体の失速点にまで遅らせ、剣のンの問題に巧みに対処している。この設計の複雑的な効果は、翼端部の内部空間が増したことで、そのため後着装置は外方に引き込み、翼端部に車輪を寝かせている。また、主脚の車輪支持部に1個の大型のタイヤをつける、代わりに2個の小型の車輪を直列配置とした。別の設計変更点は、 翼全体の取り付け角を変えられる機能であり、離着陸中の低速運用のために取り付け角を上向かせ、それから高速飛行や巡航時には水平飛行状態に戻す。これは着陸の時にも胴体を水平状態に近く保つことができ、大きく視界の見やすさを改善した。迎撃任務を想定したことに合わせて、機種部分にレーダーアンテナを内蔵する要塞設計が行われ、 エンジンの空気吸入口を原型の装備位置からその下方へと移すことを余儀なくされた。その他の点では胴体は回マイナス84と非常に似通っている。最初の試作機はレドームを組み込んでおらず、第二試作機がこれを装備した。試験中の X 回マイナス91、サンダーセプター左は機種にレドームを装備した後のリパブリック X 回マイナス91。 右側は V 字形状の尾翼に回収した X 九 -91 最初の試作機は1949年5月9日に初飛行を遂げ1951年12月に音速の壁を破った後に射撃速挙のための小型レドームを装備する回収を行っているが第二試作機のように完全なレドームではない第二試作機は完全なレドームをつけ 空気吸入口をその下部に移したが、その他の点は同じである。ジェットとロケットの両方を稼働させると本機は、マッハ1.71に到達できた。両方の試作機とも5年にわたり192回の試験飛行を実施した。1951年夏、第2試作機46から681は、エドワード空軍基地から離陸中にエンジン故障を起こした。 リパブリック社のテストパイロット、カール・ベリンジャーは、飛行開始からわずか90秒でビブが溶け出したのと、同時に木から脱出した。ドライレークの固定を7マイル走って、消防車が到着した時、尾翼部分は、ハイト化していた。46から681はそれから、V 字形状の尾翼を取り付け、この状態で、飛行試験を受けた。後、本機は、エドワード空軍基地で、 自己訓練用シミュレーターとなり、それからスクラップとなった。他国で設計された機体により、迎撃機としてのサンダーセプターの能力はすぐに陳腐化したものの、これらの機体もサンダーセプターのように量産に移ることはなかった。アメリカ空軍は1954年迎撃機計画の一環として、より進んだ機能的な設計案が作り出され、 提案されるに必要な短い期間を待つと決めていた。サンダーセプターは、当時の他の迎撃機案と同じく、飛行可能時間が25分と短いために、アメリカ合衆国のような広大な領域を守るには、ほぼ使い物にならなかった。1954年設計案は、X スカイ -91 を、速力、航続距離、対空時間で凌駕し、さらに夜間や、 全天候能力に欠かせないレーダーや火器、完成装置を備えていた。昼間のみに使用が限られる迎撃機の時代は終わりを告げていたのだった。展示状態の X 九 -91 サンダーセプター SN46 から680をハイオシューデートンに、あるライトパターソン空軍基地には、 国立アメリカ空軍博物館が置かれ、そこの研究開発ギャラリーに残存した試作機46から0680が展示されている。データは客中による。ありがとうございます。